イタリア社会党は、イタリアに、かつて存在した政党。略称は PSI。純然たる社会主義政党として設立されたが、後に、議会制民主主義を肯定して、社会民主主義政党となった。1892年に、ジェノバ市で決闘され、イタリア共産党に統制をしのがれるまでは、イタリアにおける左翼の中心であった。 第12代初期長ベッティーのクラクシの時代に最盛期を迎えソビエト連邦との関係解消やリベラル正当化を進めて社会党中心の連立政権を樹立した。しかし冷戦後に発生した大規模な汚職的発で多数の不正が明らかになり戦前からの権威は完全に失墜した。1994年11月13日 回答が議決されて102年間の歴史に幕を下ろし、党組織の残余はイタリア社会主義者へ引き継がれた。1890年代にイタリア社会党が議会進出を目指した時、前進政党の支持基盤のあるロンバルディア州とエミリア・ロマーニャ州でのみ、選挙活動を行った。ほどなく、全国政党としての組織を整え、トリノ・ジェノバ・ミラノ・ナポリなど労働者が集まる、 都市部で支持を伸ばした。エミリア・ロマーニャ州は特に社会党の支持が厚く、今日に至るまで社会主義形成力の中心地と見られている。1900年の選挙では、同州で20.2%の得票を集めているが、他にロンバルディア州やピエモンテ州でも一定の成功を収めた。1910年代の末には、イタリア全域に広がる。 党組織を保有するまでになったが、支持基盤はより早く党支部が設立されたこともあって北部に偏っていた。第一次世界大戦後、比例代表制度が導入された1919 19年の総選挙では、全国で32.0%を得票する圧勝となった。ピエモンテ州で49.7%、ロンバルディア州で45.9%、 エミリア・ロマーニャ州で60.0%、トスカーナ州で41.7%、ウンブリア州で46.5%を得票している。議会では156議席を配分され、これが決闘から解散に至るまで社会党の最大議席数となった。党勢拡大の一方で党内では内紛が絶えず、社会党組織の分裂と台調が続いた。イタリア共産党が分離すると、 ピエモンテ州とトスカーナ州で10%ほどの支持を集め、これらの地域で社会党は大きな打撃を受けた。第二次世界大戦中のレジスタンス運動でも共産党に主導権を奪われ、大戦終結後に行われた1946年の選挙では野党第一党の地位を守ったものの、もはやエミリア・ロマーニャ州とトスカーナ州で支配的な政党ではなかった。 1948年の総選挙で、社会党は、共産党と、国民民主戦線を立ち上げて、人民戦線政府の成立を目指した。この試みは、イタリア民主社会党の分離などによって失敗し、そればかりか共産党に議席を奪われる形で、第二党の地位を失った。1953年の選挙では、得票率が12.7%にまで後退したが、 ロンバルディア州とベネト州ではまだ過労じて共産党を上回っていた。だが、両者の差は年を追うごとに大きくなり、1976年には共産党の34.4%に対して社会党は9.6%にまで落ち込み、かつての中心地だったエミリア・ロマーニャ州で5倍の得票差をつけられていた。冷戦中期の社会党はピエモンテ州の北東部、 ロンバルニア州の北部、ベネト州の北東部、フリウリベネツィアジュリア州など一部地域ではまだ10%以上の支持率を集めていた。冷戦後半、共産党の躍進に危機感を覚えた、右派政党と結んで反共主義を掲げ、南部で急速に支持を広げた。1987年の選挙では、カンパニア州で14.9%、プーリア州で15.3%、 カラブリア州で16.9%、シチリア州で14.9%を獲得して、全国得票率は14.3%に回復した。1992年の選挙で北部同盟が勢力を伸ばしたことも南部での支持から大きくは響かなかった。冷戦後に政権与党との結びつきで大統領や首相を排出するなど牽制を極めたが、 タンジェントポリによって信頼は失墜した。1994年の選挙では、得票率は2.19%に急落し、もはや党組織は維持できず社会党は解散された。後継政党として設立されたイタリア社会主義者、イタリア民主社会主義者、新イタリア社会党は主に南部に支持を持ち、2007年に再決闘されたイタリア社会党もこの傾向を、 引き継いでいる。アンナ・クリショフ1892年、ミラノに本拠を置く、社会主義政党、イタリア労働党と、リミニを中心とする、マルクス主義政党、イタリア革命社会党が合同し、ジェノバで決闘された。労働党に所属する、弁護士、フィリッポ・トラーティ、革命社会党の政治運動家&、レア・コスタ、ロシア系ユダヤ人の女性運動家、アンナ・クリショフの三名が、 党指導者として運営を取り仕切った。アンナはトラウテキの恋人としてコスタと引き合わせた人物であるが同時に彼女はコスタの別居中の妻でもあり、三者は政治でも私生活でも複雑な三角関係にあった。1895年制限選挙であった多くに予議院選挙で社会党は15議席を獲得した。イタリア統一戦争以来、 イタリア王国議会は政治家たちの緩やかな会派が主導していた。19世紀末のヨーロッパにおいては社会主義運動の流星が起きており、イタリア社会党もそうした潮流の中で設立された。既存の枠に収まらない新興政党は伝統的な政治勢力から厳しい弾圧を受けることとなった。20世紀に入ると徐々に政党制度が浸透して、 新党の立ち上げが続き、伝統会派も政党組織へ発展的に解消されていった。歴史的右派、左派が合流してイタリア自由連合となり、歴史的局左は独自にイタリア級新党を設立した。社会党も統制拡大を続けて1909年、イタリア大議員選挙では41議席を配分され、自由連合を 旧進党と並んで主要な政党となっていた。コンスタンティノ・ラザーリ・トラーティは、社会民主主義を施行して、暴力革命を遠ざけ、必要に応じて、自由連合を率いる序盤にジョリッティ政権にも、協力する恩恵路線を取った。他に、アナキスト勢力の除名なども言って安定した、議会権力を、社会党にもたらしたが、同時に、党内の革命派にはトラーティへの不満がくすぶることと、 なった。社会党内の社会民主主義、改良主義勢力は、トゥラーティオ筆頭に、労働組合と議員団を掌握して、最小公領派と呼ばれた。対する、革命派、直接行動派は労働者出身のコンスタンティノ、ラザーリを中心に、最大限公領派としてまとまり、イギリスの国際革命、マルクス主義協会と連携していた。 ベニート・ムッソリーニ・アントニオ・グラム氏、イバノエボ・ボノーミ、党内対立に大きな影響を与えたのが、教師出身の政治家であるベニート・ムッソリーニの入党であった。ムッソリーニは芝叩く間に、革命派の社会党員たちから熱狂的な支持を集め、パルミーロ・トリアッティ、アントニオ・グラム氏、ニコラ・ボムバッチ、アンジェリカ・パラバーノフラ最大限高齢派と連携して、 党大会で改良主義者を追放する同義を可決させた。1912年、同義を受けて、レオニーダ・ビソラティアイ・バノエ・ボノーミラ改良主義の社会党員らは離党して新たにイタリア改良主義社会党を設立し、ラザーリを筆頭とする革命派が主導権を奪取した。 1913年の大議員選挙で、社会党は52議席に議席を増やしたが、次第に革命的サンディカリズムなどに理解を示すムッソリーニやフィリッポ・コリドーニの一派は、最大限公領派の主流とは、足並みが揃わなくなってきた。相次ぐ、党分裂、アバンティ、総監号1914年、第一次世界大戦とその後の社会混乱は、 イタリア社会党をさらなる岐路に立たせた。自国社会の防衛や領土獲得を肯定する社会愛国主義と平和主義を標榜する国際主義との対立はそのまま社会党主流と改良主義者やムッソリーニら直接行動派との対立につながった。改良主義者は早くも戦争協力への姿勢を鮮明にし、 ほどなく、景気を終えて出国したコリドーニが、ミラノの労働者に向けて参戦主義を先導。国家サンディカリストや国家社会主義者、社会帝国主義の支持者をも急合して、革命行動ファッションを組織した。ムッソリーニは、当機関誌アバンティの編集長として参戦主義の改良主義者を攻撃していたが、10月13日付紙面で参戦を、 階級闘争や革命に転化すべしと主張。これをきっかけとして15日に編集長を辞任すると、新たに参戦主義の新聞、イル・ポポロ・ディターリアを創設し、結果的に社会党からを除名されることになった。参戦主義者を追放した社会党は、軍部への不服従や脱走を呼びかけた反戦主義的姿勢が、戦争支持者から攻撃されたこともあって、参戦もせず、 妨害もせずと中立の態度を取るのがやっとだった。1917年、大戦で疲弊したロシア帝国で、暴力革命による訂正廃止が成功し、ソビエト連邦が成立したことは、民主主義を否定する革命社会主義を勢いづかせた。社会党はひとまず、ソビエト連邦共産党を支持して、ブルジョワジーとの対決を声明したが、 社会民主主義による議会活動も継続された。1918年、第一次世界大戦が、協商国の勝利に終わり、イタリアは戦勝国となったが、戦費負担や領土分配での不満などによって政府への不満が高まった。社会混乱が続く中で行われた1919 19年の大議員選挙で、社会党は労働者層の支持を集め、156、 議席を獲得して第一党に躍進した。新たに結党されたキリスト教民主主義政党、イタリア人民党も第二党となり、歴史的右派、左派からの伝統を持つ自由民主、急進ハリストなどは大敗した。ジャコモマッテオッティイタリア政界に再編の波が訪れていたが、社会党は宗教政策などで人民党と対立して連立政権を組むことができなかった。 加えて、自由民主、旧進ハリストや、その他保守、中道の長老政治家たちは革命を掲げる、社会党を議会で孤立させるように立ち回り、社会党は政権を獲得することすらできなかった。党内では、議席数の増加で力を取り戻した、最小高領派が、組閣失敗の責任を革命主義に求め、逆に最大限高領派は、鳥の放棄など、 武装放棄に向けた準備を始めた。1921年、最大限高領派は、社会党を離党して、共産主義を掲げるイタリア共産党を決闘した。続いて1922年には、最小高領派でも左右派であったトゥラーティラ社会、民主主義派がソ連に批判されたことで、社会党を除名され、彼らは、ジャコモ・マッテオッティを中心に、イタリア統一社会党を決闘した。 ファシズムとの敵対すでに改良主義者や参戦論者のパージが続いた後であり、ラザーリラ古参政治家と中道主義者だけが残った、社会党は活力を失っていった。1921年の大議員選挙で、社会党は123議席に勢力を後退させた。この選挙では、ジョリッティが自らの支持層や退役軍人、在京軍人の組織さらには、 ムッソリーニの国家ファシスト党などをまとめて、政党連合、国民ブロックを結成し、社会党、人民党に次ぐ、第三党だったもののその他の保守、中道党派や改良主義者の支持を得て多数派を確保した。新たな思想として、ファシズムを掲げるムッソリーニは、民族主義政党のイタリアナショナリスト協会と連合して、国民ブロックの支持層を抑え、外党でも、大社会党、 大共産党を掲げて白色テロを展開した。ジョリッチ退陣後にボノーミ政権を経て国民ブロックと社会党のどちらにも組みさない諸政党がルイージファクタ政権を擁立したことに対し国家ファシスト党は議会主義に見切りをつけてクーデターを実行した。皮肉にも社会党を追放されたムッソリーニによってイタリアでの暴力革命が実現され社会党は 共産党と共に出し抜かれた。ムッソリーニの権力掌握後に行われた1924年の王国大議員選挙では、社会党は共産党、改革派社会党、統一社会党と票を奪い合い、わずか22議席しか獲得できず24議席を獲得した統一社会党よりも遅れを取る惨敗に終わった。選挙後に統一社会党のマッテオッティが暗殺されると、人民党、 共産党、改革派社会党、統一社会党と、反ファシスト政党連合を組んだが長くは持たず、国家ファシスト党以外の全政党は、非合法化された。非合法化からほどなく、ラザーリは弾圧と困窮の中で死去し、党の指導層が亡命のみとなったことで国内に、残ったアレッサンドロペルティーニラ若手の幹部らが、主導権を握って、当格を表した。1930年、 国家ファシスト党の一党独裁が承認された翌年、社会党は統一社会党と合流した。改良主義社会党はすでに統一社会党と合流しており、反共、反ファシズムの社会主義者による統一戦線が構築された。1939年、第二次世界大戦が始まると、ドイツのナチ党政権と接近していた国家ファシスト党は、数軸陣営に参加して、 米英祖と対立した。社会党組織は、米英の支援を受けつつ、ソビエトと結びついていた、共産党と協力関係を築いて、反政府運動を展開した。大戦末期には、イタリア国民解放委員会の中心を占め、特に北部では、共産党とイタリア北部決起委員会を結成して、イタリア社会共和国及び、共和ファシスト党と、熾烈な内戦を繰り広げた。 社協共闘の挫折第二次世界大戦が、ファシスト政権の消滅と共和制以降という結末を、もたらし、第一共和制を迎えたイタリア議会で、社会党は115議席を獲得して、第二党となった。第一党のイタリアキリスト共民主党は、旧人民党の流れを組んでおり、1924年以来の対立に回帰したと言えた。しかし明確に異なるのは104議席を得た。 共産党が第三党として踊り出たことであった。1930年から1940年にかけて労働社会主義インターナショナルに所属していた社会党は反共社会主義の部分を強く持ち、反共主義と反共権主義の間で揺れ動くこととなった。世界的にも冷戦でソ連と対峙するアメリカがイギリス労働党に共産主義との対決を促しており、 西側諸国最大の左派政党の動向は、イタリア社会党にも影響を与えた。共和政下で、最初の社会党初期長に選出された、社会党左派のピエトロネンニが共産党との共闘を決定し、人民戦線政府の樹立を目指して、国民民主戦線を結成した。旧統一社会党出身のジュゼッペ・サーラが虎、社会党右派は、この決定を拒否して新たに、 イタリア民主社会党を決闘した。1948年の選挙で民主戦線はキリスト教民主党の優勢を崩せず同盟を解消した1953年の選挙では社民勢力の友だれで共産党に多くの選挙区で敗北するなど社会党に得るところはほとんどなかった。それでも社会党左派は方針を改めず東側諸国と友好を保ち、 共産党との野党協力を続けていた。しかし、ソ連でのスターリン批判とフルシチョフ政権によるハンガリー動乱が発生、西側諸国の共産主義に著しい動揺が走ると、社会党でも反共社会主義が再び主導権を握ることとなった。フランチェスコでイコールマルテ1963年、共産党との連合を支持してきた年にに代わって、 フランチェスコでイコールマルテが初期長となり、共産党と決別して、キリスト教民主党、民主社会党、共和党と連立政権を樹立した。クラクシペルティーに体制会談するベッティーのクラクシとエンリコベルリンゲル要求から反響に転じた、社会党は1968年の選挙で民主社会党との選挙連合を組んで選挙に挑み、反響主義の観点からキリスト教民主党による、 長期政権を支援している。急共はファシスト等を前進とするイタリア社会運動が1973年の選挙で躍進してキリスト教民主党が同運動と格外協力を結んだことも黙認した。見返りに福祉政策を働きかけ、キリスト教民主党が共産主義の封じ込めも兼ねて応じたことから、 北欧諸国に匹敵する重複死や労働者の権利保護が実現した。ユーロコミュニズムを標榜する共産党が1978年の選挙でキリスト教民主党と金山にまで議席を増大させるとイタリアの石化を恐れて政界はパニックに陥った。危機的状況に対して社会党書記長に抜擢された若手政治家のベッティーノ・クラック氏は再び共産党に組みしかねない。 党内左派を一掃して、社会党を中道左派政党へ転換させた。クラック氏は、リベラル勢力の結集を主張し、労働政策では、ブルーカラーではなく、中産階級のホワイトカラーの取り込みを重視し、経済政策についても、部分的に、資本主義や経済競争を肯定して、大企業からの支持を取り付けた。当初はこれまでの、釜と土、太陽、本のデザインから、 平和主義を意味するカーネーションと釜と土を合わせたものに変更した。アレッサンドロ・ペルティーニとジュゼッペ・サーラガット1978年にクラック氏の貢献を務めるペルティーニが社会党初の大統領に選出された。続く1979年の選挙で社会党は議席数を回復させ、左派票の一部が共産党に流れるのを阻止して共産政権成立の防波堤となった。 1983年、キリスト教民主党と社会党の連立政権は、反共主義の英雄であるクラク氏を首相に指名し、大統領だけでなく、首相も初めて社会党から選出されることとなった。社会党出身の大統領、首相による政権を成立させ、クラクシペルティンに体制の社会党は決闘以来の、権勢を誇ることとなった。 音献化も進んで1985年には当初からついに釜と土も外されカーネーションの実となった。単純トッポリ冷戦崩壊後も与党化した社会党はキリスト教民主党との連立を維持して閣僚を送り出し続けた。県政の陰で大企業との結びつきや多数の汚職疑惑を抱えるキリスト教民主党の政治家ジュリオ・アンドレオッティとの協力体制が深まり、 社会党も政治腐敗が取り沙汰され始めた。イタリア第一共和制において最大の政治汚職事件であり、今日の政界再編につながった、タンジェントポリと呼ばれる事件も社会党が発端となった。1992年、社会党系の地方政治家、マリオ・キエーサが清掃会社から賄賂を受け取った容疑で逮捕された。事件直後、キエーサの逮捕は、 些細な問題とみなされており、クラック氏も汚職批判の声明を出して、社会党は無関係であることをアピールした。しかし党から切り捨てられたと感じたキエーザンが社会党の汚職を次々と内部告発すると疑惑は一挙に政権全体へ拡散した。アントニオ・ディピエトロ・ケンジらの特別捜査が開始され、捜査線上でイタリア南部のマフィア組織と政権与党の癒着が 明らかになった。ジョバンニ・ファルコーネ検事、パオロボル、セリーノ検事の暗殺など、犯罪組織の激しい抵抗が行われたが、結果として検察に対する国民的支持が集まったことで、さらに徹底して捜査が行われた。折氏も、決闘100年目を迎えての第二院選挙で、社会党は、現有議席をほぼ維持したが、クラクシア・アンドレオッティにまで捜査が達すると、 政権批判を抑えきれなくなった。アンドレオッティが首相を辞任した後も、クラック氏は社会党に対する政治的陰謀と主張して、検察の出頭要請を拒否し続けたが、1993年3月に社会党書記長を辞任した。同年には、サルバトーレリーなら犯罪組織の指導者が相次いで逮捕されて、捜査は大詰めを迎えて、クラック氏の逮捕も目前に迫り、 追い詰められた複数の社会党議員が自殺する騒動も発生した。疑惑の過中で行われた1993年の統一地方選挙で社会党の得票率は3%に急落、各地で地方議席を失った。1994年、クラック氏はチュニジアに政治亡命を申請して国外に脱出し、二度と帰国することはなかった。 党指導者の汚職と亡命は、社会党に決定的なダメージを与え、その打撃から立ち直ることはもはやできなかった。1994年イタリア総選挙で、社会党は14議席のみを配分され、決闘時の議席を下回るという厳しい審判を受けることになった。回答反対状態であった、社会党と対照的であったのが、冷戦終結後に、 社会民主主義への転向を行った共産党であった。イタリア左翼民主党を結成して、同じく恩転化したイタリア社会運動、キリスト教民主党解散後に台頭したフォルツァイタリア、北部同盟などと並んで、政界再編の中枢を成した。社会党は左翼民主党が主導する革新連合に加わり、フォルツァイタリア主導の政治連合と対峙した。 悪化した党のイメージを刷新しようと、当初のデザインを細かく変更するなど努力を重ねたが、中道主義者の支持がフォルサイタリアに流れてしまったこともあって統制は上向かなかった。1994年11月13日、社会党指導部は失われた信頼を取り戻すことは困難であるとして、回答を決議した。選挙から8ヶ月後、決闘から102年目に、 イタリア社会党は歴史から消滅した。後継政党社会党の解散後、旧社会党系議員の一部はすぐに後継政党の設立に向けて動き出し、エンリコ・ボセ・ッリを代表とする議員団がイタリア社会主義者を決闘した。他に社会党の名称を残した新党として新イタリア社会党が決闘された。イタリア社会主義者は、 左翼民主党と引き続き連携を続け、革新連合に代わる選挙連合、オリーブの木にも加わり、1996年、イタリア総選挙で与党に返り咲いた。一方の新社会党は、左翼民主党への警戒感を持ち、むしろフォルツァイタリアと協力関係を結んだ。同党には、クラックシの実施であるビトーリオクラックシが、イタリア社会主義者の離党後に参加している。 1998年、イタリア民主社会党と合流して、党名をイタリア民主社会主義者に変更した際、カーネーションの当初を復活させた。2000年代には、旧民主社会党の再分離や新社会党との対立や左翼民主党との協力をめぐって混乱が続いた。イタリア急進主義者と政党連合、バラを握りしめてを立ち上げ、2007年の選挙における、 左派政党連合、ルニオーネの勝利に貢献した。総選挙後、ルニオーネが諸政党を統合して、イタリア民主党を決闘する構想を発表すると、バラを握りしめてのメンバーらを中心に、ボセ・リオ、初期長とするイタリア社会党の再決闘が宣言された。2008年、再決闘されたイタリア社会党は、民主党への合流を拒否して単独で、戦い、全議席を喪失した。 母リーは、初期長を退任し、民主党との協力路線に切り替えられた。2013年、左派連合の一員として3名の会議員と4名の上院議員が当選し、久しぶりに議席が復活した。ありがとうございます。